あなたは BB だけなら助けられるかもしれないと言った。まだ返せない。もう少し時間が必要なの。私を信じて、最善は尽くしている。嘘だ。仮面をかぶったあなたをこれ以上信じられない。サム、今のところ DB の調子はどうだ？ああ、一つ聞いていいか？どうした？ BB をつなぐとき何かが見えるんだ。見える？どんなものが？誰かがこっちを見て呼んでいる。知らない顔だ。それにどこかの部屋、誰かが会話をしているようだが脈絡がない。だから言っただろう。やはり BB の記憶があんたに向かって逆流しているんだ。それがあんたに幻覚を見せている。いいか、 BB は28週間前後でステルマザーから摘出され、そのまま BB ポッド内に移される。生命として誕生する前にな。その段階で成長が止まる。だがこの時点で視覚や聴覚などの五感はほぼ形成されているんだ。 BB が受容していた刺激や情報が体感した記憶となってあんたの神経系に逆流したと考えられる。じゃああの男は誰なんだ？さあな、医療スタッフか製造時の関係者かもしれん。それは装備として何度も使われている。多くの人間に接触しているから特定は難しいだろう。何もわからないのか？ BB は以前研究されていたらしい。だが長い間封印されていた。 BB の中身はブラックボックスだ。原理もわからず使っているというわけなんだ。俺なりに研究をしているんだが、何せ過去の記録もほとんどない。今後も BB のことは調べる。何か分かったら知らせるよ。サム、配送端末にアクセスして配送依頼を確認してくれ。カイラル通信の動作テストをしてみたんだ。カイラルノードの観測やホログラムは異常なし。だがカイラルプリンターが稼働しない。そうだ、せっかくあんたが素材を運んできてくれたのに。すまない、こちらのミスでプリンターのユニットが納品されてなかった。プリンターをカイラル通信に接続する装置だ。どうも納品の途中でミュールに持ち去られたようだ。範囲を絞ることはできたが、ミュールのテリトリーだから近づくことができない。あんたの腕を見込んでお願いだ。ミュールの収穫地からユニットを回収してくれないか。武器のロックを解除します。ミュールの連中は奪った荷物を自分たちの縄張りに持ち帰る習性がある。彼らのポストを探し出し荷物を取り返せ。単純なことだ。だが気をつけろ、彼らは武器を持っている。戦闘が避けられない場合を想定しておけ。ミュールの基地に近づいたら連中に見つからないように行動するんだ。目立たないように姿勢を低く、ゆっくりと移動しろ。
依存症の集団だ。以前世界はネットワークでつながった。配送する荷物の仕分けやシステムの運営は AI、 配達はドローンが担当していた。人々は配送業務から完全に解放された。しかし配送革命も、以前から言われていたようなシンギュラリティも起きなかった。自動化を極めた反動が起きた。人が不在の配送やサービスは人を不安にした。そこで配送システムの運営も配達も以前のようにやはり人が関与するように変更されたんだが、それが配達依存症を生んだ。ミュールの生きがいは荷物だ。他人の荷物を奪って生きている。ミュールにとって配達人は格好の餌食だ。荷物を取られてはならない。助かった。目立った傷もない。これからは気をつけるよ。サム、靴は壊れていないか？この環境下で靴の消耗は早いはずだ。配送の途中で靴が壊れたら命取りになる。裸足では負荷も大きく足の怪我も避けられまい。そこでリストにブーツを追加してもらった。ブリッジズ正式仕様、君の足に合わせてやる。常に予備の靴を持ち歩くべきだ。もし不意に壊れてしまったら、各施設の配送端末で武器装備作成ができるぞ。素晴らしいよ、サム。カイラルプリンターを扱えるようになったな。念のために説明しておくが、カイラル通信はビーチを通信経路として利用するシステムだ。無時間による大容量通信が可能なのはビーチを使うからだ。知っての通り、大容量データを送るには処理時間膨大にかかる。カイラル通信というものはある種のタイムマシンではないかと考えられている。つまりカイラル通信はデータを過去に送っているのだ。だが今のところその原理の全てが解明されているわけではない。ビーチのこともカイラル通信も、その意味では私たちは火を手にした原人と同じだ。役に立つが同時に危険も伴う。そうは思わないか？十分に理解しないままそんな道具を使っているんだからな。BT はビーチがなければ来なかったはずだ。だからビーチの研究は私たちに成果をもたらしてくれるはずだ。そして君ももちろん貴重な研究の対象だ。君にも研究の結果は伝えていくつもりだ。これからもね。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。それがカイラル結晶の回収装置だ。採取した結晶はその装置の中に格納することができる。カイラル結晶について分かっていることを伝える。カイラル結晶は金色をしている。それからまるで人間の手のひらのような形をしている。
この結晶の影響のせいでその周囲の小石が浮いているはずだ。それからもう一つ、時雨が降る場所に出現しやすいんだ。いいか、ん？時雨が降る場所、周囲の小石が浮いている金色の手形、これを手がかりにカイラル結晶は探せるはずだ。優れた観察力があればどこかで見かけた経験があるだろう。依頼が受注されました。サム、カイラル結晶は小さくて目視では発見が難しい。だがオドラデクのセンサーを使えば探すことができるぞ。もし遠くのカイラル結晶を探したいなら簡易観測塔のセンサーを使えばいい。違う、リサイクルを選択するんだ。カイラル結晶を納品するには配送端末からリサイクルしてくれ。ようこそサムポーターブリッジ。施設へカイラル結晶を提供すると、その施設のカイラル結晶の保管量が増えるんだ。配送センターなどの各施設に保管された素材は機材の作成に使える。おお、サム、親密度が上がったようだな。親密度が上がっていけば各施設で使える素材の量を増やしてもらえるだろう。スプレーは荷物ケースに吹きつけて使うの。時雨による表面の損傷を修復する。荷物ケースが傷んできたら試してみて。武器装備作成のリストにも追加したから必要な時は作成してね。じゃあまたな。カイラル結晶はカイラル濃度が高いところで多く出現するようだ。カイラル通信の稼働の影響もあるかもしれない。
だが周辺地域のカイラル濃度は想定値の範囲内だから問題ない。今後も見つけたら採取するといい。君にも有用なはずだ。今後君がカイラル結晶を見つけたらリサイクルすることができる。その他の素材や不要品も各配送端末で受け付ける。どれも貴重な資源だ。再利用に回したり、あるいはさらなる機材開発に生かしていくこともできるだろう。荷物を納品します。ありがとう。カイラル通信で配送センターに電力供給ができる。経由すればその先にもここでできた電力が UCA の役に立つんだ。荷物の状態は？信じられない。どうやって運んできたんだ？通信がつながってくれたら完璧だ。さあ、通信の通信量は建設物を建設すると消費する。親密度が上がればその分割り当てられる通信量も増加してもらえるだろう。遠征隊は全滅らしいな。一人で遠征隊の仕事をしているんだ。あんたはすごいよ。きっとアメリは今頃エッジノットシティに着いた頃だろう。俺たちはアメリに託されたんだ。俺は第一次遠征隊の後発部隊だった。だからアメリに会ったことはない。でも参加できたことは誇りだ。お願いだ、アメリによろしく伝えてくれ。サブン、ちょっといいか。あんたの血を調べた結果が出たんだ。あんたの読み通りだったよ。あんたの血液サンプルを BT の座礁地帯に散布してみたら、奴らの活動が弱まったんだ。ただしここにはあんたのような機関車がいない。あんたが実際に試してみないとわからないが、機関車の体液は BT に何らかの影響を及ぼすのかもしれない。そこでママがこれを武器に応用すると言ってくれた。試作品がもうすぐできるはずだ。ぜひあんたにこれを試してもらいたい。サム、だとするとこれは好都合だ。そのエリアのカイラル通信接続まであと一歩。残るはポートノットシティのみとなる。キャピタルノットへ戻り、ポートノットへの支援物資を調達してくれ。まあその頃にはママの試作機も完成しているだろう。それからもう一つ、その発電所に配達人が行くのは稀なことだ。もし依頼があったなら配送を請け負ってやってくれないか。帰り道は手ぶらというのもそれはそれでもったいないだろう。その端末で依頼を。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。
太古の地球の姿。昔、大陸は一つだったんだ。じゃあ、これは？月だ。もうすぐ君に本物を見せてあげる。世界はどこまでもつながってる。だからここを出たら月にだって行けるんだ。サム、対 BT 兵器が完成したようだな。ママから連絡があった。今回運んでもらう荷物はポートノットへの支援物資だ。その中にはこの対 BT 兵器も含まれている。目的地となるポートノットシティは座礁地帯から離れているが、それでも BT による脅威がゼロというわけではない。それに対 BT 兵器があれば都市の外での活動も今よりだいぶ安全になるだろう。それから支援物資には薬剤も入っている。それに人間の精子や卵子も。特に精子と卵子は都市の住人に外部の遺伝子を取り入れることで多様性を確保するためには欠かせないものだ。これは劣化することがないようにカイラリウムの無時間効果を利用して厳重に保存している。ポートノットに支援物資を届け、キューピッドを接続する。そうすればこのエリア一帯はカイラル通信で一つになる。湖を渡った先はレイクロットシティだ。だから荷物にはレイクロットへの支援物資も含まれている。ポートロットで納品後、これらの荷物とともに湖を渡る。ではその配送端末で依頼を受注してくれ。これまでで最も長く困難な配送となるはずだ。十分に備えて向かってくれ。あんたから採取した血液で作った輸血用バッグだ。装備している間、あんたの血液量を回復する。サム、開発した対 BT 兵器よ。完成したての第1号。既存のグレネードを改良したものなの。急ごしらえで作った試作品ね。理論上は完成していると言えるわ。でもその効果はあなたに実地で試してもらうしかない。効果が証明できたらあなたは BT を仕留めた最初の人類ということになる。ただし使いすぎには注意して。使うのはあなた自身の血液だから。血を抜きすぎたら貧血症を起こすことだってある。